気温が上がるこれからの季節は食中毒が発生しやすくなります。今回のいきいき山口ではご家庭でできる食中毒を防ぐためのポイントをご紹介します。木和田さん、これから気温が高くなる時期になると食中毒には一層気をつけないといけませんね。はい、梅雨から夏にかけては細菌による食中毒が発生しやすくなります。特に発生件数の多いカンピロバクター食中毒や幼児・高齢者で重症化する事例も見られる腸管出血性大腸菌 O157 食中毒では、加熱不足のお肉が原因となることが多く、調理の際には十分な注意が必要です。細菌による食中毒はどのようにして発生するのでしょうか。多くの場合、食中毒の原因となる細菌が付着した食べ物を摂取することで発症します。症状は主に腹痛や下痢、嘔吐などです。細菌による食中毒を防ぐために気をつけるべきポイントを教えてください。はい、まずはしっかりと手洗いをしましょう。調理前や食肉など生の食材を取り扱った後は石鹸で手をしっかりと洗い、食べ物に細菌をつけないことが大切です。また器具の洗浄・消毒をしましょう。生肉などの調理に用いた包丁やまな板をしっかり洗浄・消毒し、細菌を他の食材に付着させないようにしましょう。肉用、魚用、野菜用と使い分けると安全です。そして十分な加熱をしましょう。食中毒を引き起こす細菌は熱に弱いものが多いため、十分に加熱することで食中毒を防ぐことができます。肉など食材の内部温度が75度で1分以上を目安にしっかりと加熱することが大切です。夏は屋外で焼肉やバーベキューをする機会も増えると思いますが、他にはどのようなことに気をつけたらいいんでしょうか。細菌をできるだけ増やさないために、お肉を焼く直前まで冷蔵庫に入れておくなど低い温度で保存しておきましょう。また生肉と焼き上がった肉を取る際のトングや箸は使い分けるようにしましょう。食中毒は基本的な予防方法をしっかりと守れば防ぐことができます。手洗いや食品の衛生管理、器具の使い分けなど家庭でできる対策を通して食中毒を防ぎましょう。